半分に折ります。そして一旦広げます。広
広げて2を目印、この三角ありますが、2を目印に折ります。左右、三角に折ります。はい、このように折ります。大丈夫でしょうか。はい、3はここの半のところに3の線がありますので、ここを折ります。はい、こういうふうになります。次は4です。4はここの三角があります。じゃあ、7の線がありますので、これを目印に折ります。はい、このようになります。はい、ここは、ここの出っ張った三角ですね。三角を折り曲げます。はい、6は、これを半分に折ります。こういうふうになります。大丈夫でしょうか。最後です。7は折り曲げます。7の線で折り曲げます。はい、紙飛行機の完成です。大丈夫でしょうか。紙飛行機は最後までお持ちください。できてない方は話が終わるまでの間、ゆっくり折っていってください。大丈夫でしょうか。はい、話を進めます。ゆっくり読んで結構です。唐突ですが、皆さん、今日は何の日でしょうか。と、それぞれ、誕生日、結婚記念日、思い出の日があると思います。私にとって、今日は皆様と出会えたという日、記念すべき11月21日です。私自身、最も大切な記念日は、1981年5月14日、我が子が生まれた日と、そして2005年1月18日、我が子が亡くなった日です。つまり、我が子の出会いと別れの日です。我が子の名前は、ケイコと言います。私は家内が我が子を妊娠した時から生まれてくるのは女の子の思い込みがあり、将来は世界で活躍してもらいたい、どこでも覚えやすく親しく呼ばれやすい名前としてアルファベットの K というのが脳裏に浮かびました。あとは下に来る感じはこの固定観念があり、広辞苑や人名辞典、画数などを調べまして、背景の経の字とこの字を組み合わせて、定発、定質など、開く、教え導くの意味を含めて、経という名前にしました。それでは、本題に入らせていただきます。今現在、私のイメージの桜が、他の日本と比べると、倍ぐらい大きく育って、枝ぶりも派手に育っています。私をイメージした桜だけが私のお腹と同じようにメタボ体系でしっかり育っています。ここは笑うところです。同じ日に同じような内容を得たのに不思議な現象です。我が子は ANA 全日空の関連企業で勤務していましたが、おかげさまで会社として従業員に事件のことを風化しないようにしている。明日堂はその公園に花束等を備えてくれていました。そして、ある後輩は我が子が夢と目標を持って仕事をしていたことを知り、自分自身が仕事の先行きや不安や目標を失いかけたときに、あの公園にお参りに行っていたそうです。その話をある人から伺い、我が子が大学時代に塾のアルバイトをしていた時に、夢を語る会を作って、同僚と一緒に将来の夢や目標を語っていたことは、塾の先輩や講師の方々から聞いていました。それなら、あの公園を夢を語る公園として、ベンチを桜見かけにして設置し、夢や悩みを語り合える場所を作りたいと思いました。そして、
2022年去年の6月に福岡市長高島総一郎様にお手紙を出しました。公園にベンチの設置と公園の名称を夢を語る公園にしてほしいとの要請をしました。多分市長をはじめ各担当幹部や公園課の方は苦慮されたと思います。市長の寛大な決断だったと思われますが、2023年今年の1月10日に我が子が亡くなった公園が高島福岡市長を出席され盛大な式典が行われ、愛しようとして夢を語る公園となりました。 Google マップでも夢を語る公園で検索されると表示されるようにもなりましたが、この公園で多くの人が夢を語り目標を立てて一人でも夢を実現できたらと思い発案しました。そして18年経った今、当時の我が子のことをブログに載せてきた人との出会い、実はこの夢を語る公演でのことが各テレビ局で報道されました。それを見ていた人が青年の我が子を覚えてくれていました。18年前のことの記憶をブログに載せていて、それを我が子の友人の友人がそのブログを見て3月末の花見の時に教えてくれて本当に驚きました。夢を語る公演は Google マップで検索すると夢を語る公演として道案内ができます。あの桜見かける市のベンチにお子さんやお孫さんと座って将来の夢や目標をお互いに語り合ってくださると嬉しいです。桜の開花の時には公園で夢を叫びながら紙飛行機を飛ばしたいと思います。先ほど起こった紙飛行機をこの会場いっぱいに一緒に飛ばしてこの公演を終わりたいと思います。なぜ紙飛行機を飛ばしますかと言いますと、我が子は空の上で人と触れ合いながら仕事をすることを夢見ています。我が子のイメージはジェット機やプロペラ機ではありません。紙飛行機は素材も弱い紙で雨や風の影響を強く受けます。あの相田みつをの日めくりカレンダーの言葉、雨風の中を突き進んでいく姿を今も期待するのです。しかし何度も失敗しながらチャレンジし続けて目標を定めて手を離すと、速度はゆっくりですが夢を持って天に向かって行く姿が我が子そのものです。自分の将来のこと、大切な家族のため、社会のため、自分がこれからしたいこと、行きたい海や自然の景色、旅行や死ぬ前に食べたいもの、そして欲しいもの、何でも結構ですので夢や目標を考えてみてください。夢を言葉にするとそのことが少しでも近づき実現するからと思うからです。そしてお願いが3つあります。1つはその夢や目標を隣の人を無視して大きな声で一斉に言って紙飛行機を飛ばしてみる。2つ目は紙飛行機を飛ばす際に前の人の頭や体を殴らないように十分注意してください。そして3つ目は皆さん落ちた紙飛行機を1つ以上拾って必ず持ち帰ってください。この会場の外の方が大変ですので帰る際に通路や椅子の1つかを見逃して他のものも含めて持ち帰っていただくと嬉しいです。それでは全員立ってもらってよろしいでしょうか。はい、それではおバス準備をしてください。いいですか。それでは飛ばしますよ。夢や目標は決まりましたか。大丈夫ですか。悩んでいる方大丈夫でしょうか。じゃあ本当に飛ばしますよ。せーの。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。紙飛行機をお使いください。
はい、大丈夫でしょうか。はい、それでは最後に私を心から叫ぶ、もう一度我が子の成功に参りたい。以上、今日はどうもありがとうございました。